こんばんは、坂亮です。私は最近毎日タロット占いをやっています。本格的にね、がっつり占っているわけではなくて、1枚だけ引いて、で明日の運勢っていうのをね、最初やってたんですけれども、なんか運勢ってなると、例えばネガティブなカードが出た時に、こういう一日、ネガティブな一日になるみたいな感じがして、ちょっとそれをどう受け止めたらいいのかなって考えて、じゃあどんな風に過ごすっていう風に質問を変えたんですね、占う時の。それしたところ、いい時はいいんですけれども、やはりなんかこう意味合い的に、今日はこんな日って考えるのがちょっと受け入れられない、あの解釈とかがあったりして、なので今は、まあ明日どういう心がけをするかみたいなね、明日の心がけという感じで、あの1枚だけね引いています。で、占った結果をバレットジャーナルの方に書いて、そして出たカードはね、この持ち歩き用のロロマ M5 サイズの一番前にクリアポケットを入れて、そこに入れてるんですけれども、はい、今日はですねあのザ・タワー等ですね、この破壊のザ・タワーの、まあ、逆位置が出ています。はい、ということで、で今日は、まあ、このお話ではなくてですね、そのタロットの結果を書いている件なんですよ。で、前にもちょっとお話ししたんですけど、これはね、自作のノートで5月のバレットジャーナルです。で、いつからやってたっけ、5月10日からですね、タロットを始めて、でこんな風にね、スタンプを押して解釈、どういう風に解釈するかっていうのを書いてるんです。最初の頃はあのタロットカードに付属していた解説、日本語訳の解説書とか、あと解釈などを載せているサイトとかをね、見て書いていたんですが、まあそうなんですよね。例えばもう2日目にして疑心暗鬼、このソードの9の逆位置が出て、ここでもうね、良い意味のタロットだけ集めるとか書いてますが、そうそう。でこの日はキャパオーバーということで、本当にねキャパオーバーしてました。まあこんな感じでね。で、2日目から付箋を貼っているんですけど、付箋にスタンプをして解釈とか書いてね。なんでかというと、分かります、この直にスタンプを押すと裏抜けしてしまってるんですよね。ちょっと色模様を使ってるので、色模様はねどうしてもあの乾きは早いんですけど、裏抜け、その分ね裏抜けするというか、そうですね、紙に浸透しちゃうから乾きが早いっていうのか、まあ、メリットとデメリットがね、背中合わせのところがあるんですけどね。でなので付箋に押せば、まあ、裏抜けすることも当然ノートの方にはねないので、でこんな風に付箋を使っています。でこの付箋がこちらですね、もうこのポストイットの強粘着の、こっちが 25mm でこっちが 75mm のやつですね、普通の付箋、これを使っています。まあ、なんでこれにしたかっていうと、まあ、目の前にあったっていうのもあるんですけど、このスタンプのこの高さがちょうど入るんですよね。これが 20mm だと入りきらない、はみ出してしまうので、なのでこれがちょうどいい感じで、その解釈を一言二言書くにもいい感じだったので、この付箋を、このサイズの付箋をね使っています。はい。で何度かねお話ししてるんですけれども、まあこれを貼ることによってバレットジャーナルのスペースがあのなくなってしまう。例えばこの日は、まあ、ちょっとタスクが多かったっていうのもあって、もうほとんどねメモを書くところがないみたいな感じになって、なので、まあ、書くことが少ない時にはね、こういう風に少ない時にはいいんですけれども、これねどうしようかなってね、あのすごくね悩んでたんですよ、悩んでるんですよ。ブログにも書いてますけれども、これをねバレットジャーナルではなくって別の手帳でやろうか、だけどそうなると手帳が増えてしまうなっ
もう私いっぱい使ってるもんなって、どうしようかなどうしようかなって感じでね、はい、考えてまして、でもしやるとしたらできれば1週間、この見開きね、見開きのページで1週間はまとめたい。というのもやっぱりこうカードが出てきた時に、これ前もこの前も出なかったっけっていうのがあるんですよね。なのでちょっとそういうのを見返す時にも見開き1週間の方がこうちょっと見返しやすいかな。あんまり過去にはね遡らないと思うので、見開き2週間にはしなくてもいいかなみたいな感じで、で全然ねこの辺最近やってるからこの辺は書いてないんですけど、本当だったら一日の終わりにね、じゃあこの占いの結果がどうだったのかっていうのもね、本当振り返りをねしたいしたいんですけど、ちょっとねそこまで行かずにできてないんですけど、なのでもし手帳を作るのであればそういうスペースも欲しいかなって、振り返りのスペースもね欲しいかなって思ったりしましてそうで、いろいろねちょっとね悩んでたんですよ。で一番の悩みはその1週間が見開き2ページに入りきるサイズっていうのでまず考えて、でちょっとねこれはバレットジャーナルとか家置きのこのメモ帳ね、それを挟んでいるノートカバーですけど、まあ、例えばこんな感じでねこう並べたらどうなるかみたいなのね、一生懸命入りきるか、どのサイズのノートや手帳だったら入りきるかみたいなのをねちょっと考えてたんです。でこの 50×75 っていうのはまあこれが2枚分なので、そうですね、このちょうどこの付箋と同じ大きさになりますけど、まずちょっとこれを考えたのはスタンプを普通に押して解釈書いて、そして下の方に、まあ、1日の終わりにどうだったかっていうのを書くスペースを設ければ、まあこのサイズかなって思ったんですけど、まあこれだと結局縦が50ミリなので、まあ見開きで7日間とすると、まあこっちが4日こっちが3日、もしくはこっちが3日こっちが4日ってなって、まあ1ページに4枚は貼らないといけないってなると、縦が200ミリになるんですね。まあそうなるとちょっとね英語がギリギリ1センチしかね余裕がなくなっちゃうので、残りがどうかな、あまりにもギリギリすぎるなって思ったりして、うん、でどうかなって思ったんですよここはね。でじゃあそれを、まあ、ブロックタイプみたいに並べたらどうかなって思ったんですけど、そうすると、まあ、縦はぴったり並べて100ミリだけど、こっちが75ミリあるのでそれを4つ並べるってなると、まあ1ページに2つになりますけどね、150ミリで、英語の横でも148ミリだから、ちょっと英語よりに大きいノートや手帳ってなると、もう見返すのがちょっと大変かなと思って難しいなということで、これを使う案は却下となりました。はい、でまたやはりこちらでってことでね考えて、で、まあ、ここが25ミリだから4つこう並べると100ミリで、こっちが75こうですよね。はい、でこうなった時に、まあ、並べるだけであれば A7 が、まあ、ちょっとここがはみ出る、74ミリなのでね、 A7 のここがねちょっとギリギリかなぐらいので、 A7 がギリギリだったら、じゃあ次の一つ上 B7 だと、まあ91ミリ横があるので、縦も128だから少し余裕があるかなって感じ。ちなみにパスポートサイズだいたい B7 なんですけど、本文のねノートはそんなに余裕ないんですよね、うん、なのでこの縦は少しは余裕があるけれどもって感じで、まあ、そうなるとちょっと振り返り書けるときにはね振り返りを書いていきたいなと思うので、それがちょっとね
厳しいかなって思うのと、あと横も少し余裕がないと日付を書くスペースがなくなっちゃう。そう、まあ、この付箋にね日付書いてもいいんだけれども、なくなっちゃうな、どうしようかなみたいな、そういうもうねあのいろんなねサイズをね考えて悩みまして、なんか私こういうの作って持ってるんですけど、この紙のサイズを書いたやつね、これとねにらめっこしながら、ああでもないこうでもないってねずっと考えていました。で A6 は105×148 なので、まあ余裕があります。であと A6 スリムっていうのもあって、それはまあ 91×148、まあ、なので縦は A6 で横が B7 になるのかな、うん、なのでまあそれもいけるかなって感じだったんですよ。でここにね無印良品のスリムノート A6 スリムっていうのがあるんですけど、こっちは148だから A6 サイズなんですね。でこっちが B7 サイズなんですよ、91cm で、これだとまあこうやってこっちに日付書いてって貼れるし、4枚余裕で貼れるので隙間に振り返りも書けるかなって感じで、この A6 スリムいいかもって思ったんですね。思ったんですけど、これ無地なんですよ。はい、で無地の何が問題かっていうと、まあできれば貼る時の目安みたいな感じで線を引いておきたいですよねあの4分割でね、まあ4分割ぐらいだったら簡単でしょなんですけど、もう私方眼派の人なので無地って躊躇するんですよね、使うのに。じゃあなんで買ったんだなんですけど、多分これなんで買ったんだろう、安かったか、もしくはちょっとこのスリムノートどんなものかなっていう感じで買ったんだと思いますが、はい、そうなんですよね。でサイズ的にはいいんだけど、であとねドット方眼っていうのも売ってるんですが、わざわざ買うかって、その今その新たに手帳準備しても続くかどうかわからない、プラス新たに手帳を準備したくないっていう気持ちがあるときに、ちょっとねドット方眼があるのは分かったけど、って感じなんですよね。はい、でこれを見ていたら、まあ、ここに書いてありますけどロルバーンって書いてますが、ロルバーンの M サイズいけるんじゃないって思って、はい。でこちらは文具女子博のガイドブックを購入した時に付録で付いてたやつです。いつのかはちょっと忘れましたけど、はい、のロルバーンの M サイズですね。 M サイズだと A6 スリムより少し高さが足りませんが、幅は大丈夫なので、まあこれを4枚置いて少し隙間は残りますし、こっちが開くのでね日付も入れられるしということで、ロルバーンいいかもね、ロルバーンの M サイズいいかもと思いました。で仮にもしね続かなかった、やっぱりバレットジャーナルの方がいいよってなったとしても、あのリングノートだからミシン目からね切り離したリマもこのリングごとビッと破って元のまっさらなノートに戻すこともできるので、こっち使うよりこっちの方がいいかなと思ったんですよ。これは閉じノートだから破っちゃうと結局、まあ例えばこのページを破るとここと対になってるこっちが外れてしまいますよね、なのでちょっとスリムノートは試すにはちょっとなーって感じで、ちょっとね却下っぽい感じになりました。でじゃあロルバーンをその M サイズにするとして、どのロルバーン使おうかなって思って、なんでどのロルバーンかっていうと、まあ何冊か M サイズを持ってるんですね。ただ私 M サイズはねあんまり実は持ってないんです。まずこの文具女子博の
ガイドブックの付録のやつと、これはフラワーですね。いつ買ったやつだろう。多分ロフトに行った時になんかいいなと思って買ったと思うんです。まあ未使用です。それからこれはダイアリーの2023ですが、文具店で売れ残りのダイアリー 20% じゃない 80% オフだったかなで購入したもので、当然ねもうカレンダーの部分は使えないです。まあ2020のこの年間はいいとして、このカレンダーとかはね使えないけれども、残りのページはね全然ノートページなので問題ないので、これも使えるなってことで、まあどれにしようかなってその保管してたところをこう探してたら、もう一つね見つけて、これ反射してわかるかな、これはロジカルノートです。ロルワンではないですね。中林のロジカルノートのカフェムーンなんですけど、これはね A6 なんですよ。ちょっと置いてみたらロルバーンより高さがありますよね。で横はほぼほぼ一緒なので、このスリムノートと高さは一緒で、スリムノートよりも少しだけ幅があるって感じで、これでいいんじゃないって今思いまして、ちょっと開けますね。でこれ私使ってないかな、使ってないか、もしくは使ったけど破ったか、どっちかだと思うんですけど、ロジカルノートはミシン目はないです。まあただリングノートなので破くことはできますけど。で方眼ですね。はい、でまあこうやって見比べた時にね、一番余裕があるのは A6 のノートです。そう、このロルバーンよりもね。でこう表紙のデザインを見た時に、なんとなくですよ、占いっぽいやっぱりこっちかなって、私の勝手なイメージなんですけど、やっぱりなんか占いって夜のイメージがあって、朝か昼か夜かって聞かれたらなんか夜のイメージがあるんですよね。で実際自分も占うのは夜、明日の心がけ、もしくはもう日付を過ぎてね今日の心がけみたいな感じで夜に占うので、このカフェムーンがいいかなみたいな感じで、はい。あともう一つロジカルノート、私もう一冊ぐらい、確かね文具イベントでこれと B6 か英語かを買ったと思うんですけど、で B6 だったかな、あれ B6 使った時に色抜け、筆記具によって色抜けしたんですよね。なのでちょっとペンを選ぶなって思って、逆にロルバーンはわりかし選ばない、結構いろんな筆記具とかスタンプをしても裏抜け裏写り気にならないことが多い、優秀なと言ったらこっちがあれなんだけど、なのであの付箋使うじゃないですか、書かないじゃないですか、ほぼほぼ、まあ一言は書く、振り返りは書くと思うんですけど、なのでこっちで、だからロルバンよりやっぱりこっちがいいかなと思って、はい、これにしましょう。でじゃあこれにするのに、まあねそのなんで付箋使うのですが、まあ多分色模様抜けると思うんですよね。あと今思いついたことは、占った時にその書いて貼るのはバレットジャーナルにする。というのもバレットジャーナルは1日に何回も見返すので、その度にこの占いが目に入るから、
で逆に最初からこっちに貼っちゃうと多分1日にそんなに見ないかもしれないんですよね、どこに置くかにもよるんだけど、こっちはどっちかっていうとだから夜にバレットジャーナル開いてこっちに貼り替えて結果を書いてって感じで、それをこう貯めていくみたいな風にしようかな、そうしようかな、そうしてみようかな。でやってみてそれがうまくちょっといかなければまた変えればいいし、それでちょっとねやってみましょうかね。はい、そう今日はねなんか決まらないまんまそのこのねここら辺のどれにしようか決まらないままの状態でこれをピックアップしたところまでで動画を回し始めたので、途中でねそうやってこうしようみたいなことになってますけれども、そうしましょう。ということでちょっと線を引いてみようかな。4分割にする。4分割にしてどうしましょうかね。月火水木金土日でいきましょうか。どうしましょうか。これが148だから4で割ったら4、3、12、4、7、28、3.7 か。ちょっとはい、今ねちょっとね私この真上からじゃなくて少しこう手前からね見てるのでちょっと遠いんですよね。ちょっと下に動かせますね。見えない3.7で印をつけていって 3.7、11.1でいいのかな。大丈夫？これで合ってます？ 3.7、 まあ大体でいいんだけど、ちょうどね線のところには来ないかなって感じですね。どうしようかな。線のところでね引きたいんだよね、どうせなら。はい、今思うにシャーペンかフリクションで印つければよかったなって今ちょっとね後悔しています。あんまり厳密に分割せずにこの線のところ、方眼の線のところで引きます。方眼の線のところ出ていつつなんかおかしなことになっていますが、はい、まあいつものことですよねはい、こっちもそれで引いてみる。そうで、ロジカルノートはここがないんですよね。リングがねロルバンフレキシブルみたいな感じ。はい、でこんな感じなんですが、ここにまあ付箋を置いてみて、で、まあ、このぐらいね結果はそんな長々と書かなくてもいいと思うので書いて、でじゃあ日付をここにね書きたいんだけど、今4マスぐらいあるんですが、
4マスだとちょっとあまりにギリギリすぎるかな。3マスで縦線引いておきましょうかね。はい、ちょっとね、このロジカルノートの罫線薄いんですよねという言い訳をしてみますが、で、まあ月火水木金土日でここはいらないから、これどう捉えるか。こう貼った時に大丈夫かな。大丈夫ですね。ここでなんかね、広く見えますけどリングがあるので、あれ、こっちかはい、今こんな風に線をね引いてみました。日付の部分の、で、試しにこっちから剥がして貼ってみようか。金曜日から始めてる、で月曜日始まりでいこう。この5月13日、このシールは貼った方がいいかな。よいしょ。そっか、このシールの分もちょっとねスペースがいるかもですが、そうピラピラしちゃうからシール貼ってるんですけど、どうなのかな。本当はなんかこっちの端にも糊をつけた方がいいのかもしれないですが、そうこちら側はね強粘着だからかなりね裏抜けしてますよね、付箋でも。まあ貼るから全然大丈夫なんですけど、もうちょっとこれはこちら側に移動して、で月火水木この辺はねどんな風に過ごすかですね、まだ心がけとはしていない時期ですね。そっか、こっちがちょっとギリギリになっちゃうな。まあこうやって貼ってみて考えていけばいいかなって感じですね。ちょっとはみ出した。これで日曜日、で一旦終わりかな。はい、ちょっとこれこの辺に貼っとこうか。なんか上の方がピラピラ。はい、でまとめるとこれはこれでいい感じかなって自分では思うんですが、どうでしょうか。5月13日、そうだな、これはまあちょっとスタンプを押すか何か日付シールを貼るか何か、ちょっとねここはまた考えたいと思いますですよね。で14火曜日、これラフグレーだね。ラフグレーのまんま描いちゃったからちょっと薄いですが、
17、金曜日、18、土曜日、19、日曜日。はい、ここはね、無理に何かその1週間の振り返りを書こうとしなくてもいいかなと思ってて、1週間の振り返りは別のところでやるし、まあもし気が向いたらなんかシール貼ったりスタンプをしたりすればいいかな、のスペースにしておきますね。はい、あ、ちょっと上に行き過ぎました、ごめんなさい。はい、であとはここに実際こうだったみたいなね、もう一言、このぐらいのスペースあれば大丈夫かな、うん、って感じでやっていったらどうだろうか。はい、こうしてみると、そうね、割と、こういうカードがいっぱい出てますねっていうのはあんまりないかな。ここはもう続けてこれ同じものが出て、そうだな、これ日本語も書いてた方がいいのかな、このカードの名前を、どうだろう、まあいいか、それはちょっと、そうね、小アルカナが4つ、大アルカナが3つですね。はい、でこのインクはカードをめくった時に一番最初に目に入った色に近い色で押しています。なのでもし万が一同じカードが出たとしても、そのスタンプを押す時のインクはその時の印象でね、ちょっと変わると思います。そう、そのシンボルの色ではなくって、めくった瞬間に一番印象に残った色にしているので、なので、まあ、何色っていうのはね、このこれがこのカードが出たから何色っていうふうには決めてないですね。はい、で、そう、スタンプはテムで買ったスタンプです。とこれですね、こっちか、はい、わかるかな、これ何をどうしたってクリアスタンプだから反射がすごいんですけど、はい、この0番の大アルカナからここまでか、ザワールドまで大アルカナがあって、小アルカナはこのシンボル4種類のシンボル4つですね。で、あとは小アルカナが出た時にはここにこう、これだったら4とか、これはキング、こっちはナイトってアルファベットのスタンプとか数字のスタンプ使って押してます。この2つはなんかおまけみたいな感じで使っていませんが、はい、結構ねいいです。怖いカードもそんなに怖い絵柄ではないので、でただ単にその何番が出たとか何番の何が出たとか文字でよりもこのスタンプを押すことでビジュアルで目に入ってくるので、そのカードと同じ絵柄ではないんですけどね、ないけど分かりやすい。そして私はまあ絵が描けないので、描ければね簡易的な絵をね描くんですけど、絵が描けないので本当にこのテムで買ったスタンプね、すごい便利です。なのでなんでしょうね、タロット占いをこうやって記録するんであればすごくね便利なスタンプだと思います。で、まあ先ほども言ったように色模様は裏抜けしやすいので、うん、こういう付箋とかにね押した方がいいかなと思います。私が今使っている手帳で一番分厚めの紙って言ったらボッコダイアリーなんですけど、ボッコダイアリーも色模様は裏抜け
というか裏写りっていうかね、うん、透けてしまうので、終わった過去のページだったらまだいいんですけど、こっちに押すならねまだいいんだけど、この進んでいくこっち側のページに押して、こう次の日とかにね見た時に写ってると、やっぱりちょっとねペンの裏写りとまたちょっと違うというか、うん、結構濃いめに出ちゃうんですよね。まあしょうがない。その代わり乾きは早いので、うん、どっちを取るかですよね。バーサマジックデュードロップも私2つ持ってますけど、あれは割とどんな紙でも裏写りはしない、しにくい、目立たないですが、乾きが遅いですよね。もちろん何かこう紙を挟んでこう閉じればね、あら、はい、閉じれば済むことなんですが、まあ、紙はいいとしても、そのスタンプについたインクがなかなかね、ずっと押してても取れないんですよね。乾きが遅くって、うん、で色模様のはもうちょっとポンポンポンってやったらすぐに出なくなるので、その点はいいかなって感じで、どっちを取るかですよね、うん、私たまたまその色模様は色模様わらべを文具のイベントで6色箱にね入れてもらえるってことで6色買ったので、バーサマジックよりたくさん持ってるからってことで使っていますけれども、うん、もしその付箋に押さないんだったら、直接ノートに押したいんだったら、バーサマジックデュードロップをこの何色か、まあ 4,5 色買おうかなっても考えましたけど、乾きの面がちょっとね、うん、気になりまして、でバレットジャーナル私特にね紙挟まずにすぐ閉じてるので、なのでちょっとね日に何度も見るから、そのたんびに間に紙が挟まってるとちょっとね面倒なんですよね。他の手帳は夜の手帳タイムの時にしか開かないので、ペンがこう映らないように紙を挟んでますけど、そういうのもねちょっとね、うん、あるので、まあ色模様を使っていきたいと思います。付箋を貼ることで問題は解決するので、はい、ということで今日はですね、バレットジャーナルに貼っていたタロットの付箋、これをどうするか問題を考えました。で、まあいろんな方法を考えた結果、このね中林のロジカルノートカフェムーンですね、はい、これの A6 サイズ、これは商品名としては何だったかな、まあクリームソーダと猫ちゃんですね。猫ちゃんというか、これがカフェの人なのかしら。はい、この柄の表紙、これはねマットで、はい、触り心地いいですね。このノートを使うことにしました。はい、今使っている線はこのポストイット強粘着の 25mm、75mm のサイズのやつです。これが多分一般的な、どこにでも売ってる感じのこの黄色い付箋ですよね。はい、で、見開き2ページを1週間で使うとして、1ページ4分割にして、1日ずつこうやって貼っていきました。この下のスペースに結果を書いていきたいなと思っています。ここは開けています。で、今日は過去のね文をちょっと貼ってどんな感じかなっていうのを試してみました。ということで、決めずに動画を回し始めてみましたけれども、決まったので良かったです。決まったのでというかね、まあ、これでちょっとねやってみて、まあうまくいかなければまたねその時は考えたいと思います。で、うまくいかないときはもうリングノートなのでね、破って切って、このノートはまたここから新たに使うとかねできるので、リングノートにしてみました。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもいつも本当にありがとうございます。あと私はブログ、 X 旧 Twitter、 Instagram、 スレッツもやっています。
概要欄にリンク貼っていますので、よろしければそちらにも遊びに来ていただけると嬉しいです。それではまた。